アメリカ軍の垂直離着陸輸送機オスプレイが今年4月にモロッコで墜落した事故、オスプレイに関連して森本防衛大臣と沖縄県の中井知事との会話、輸送機オスプレイの事故はアメリカ軍の新型機のオスプレイの事故に関して、政府が食事でまとめたアメリカを訪問中の森本防衛大臣は4日、また沖縄に新しいアメリカの飛行機がやってくるらしい。たちゃちゃま海岸、もものくさ海岸、もものまさぐさや、春ぬわかかんだ。私のふるさとである沖縄は、島の 70% をアメリカのフェンスで囲われている。実家がある沖縄南部の町、浦添市にも、キャンプ・キンザーと呼ばれるアメリカ海兵隊の施設がある。普天間や辺野古のように全国ニュースで報道されることはほとんどないけれど、私は毎日このキンザーのフェンスを眺めながら生活してきた。通学路の隣に張り巡らされたフェンスに疑問を持ったことは一度もなく、自分の住む町がフェンスで囲われていることが当たり前のことではないと気づいたのは、大学進学を機に沖縄を離れた時だった。そんな私とは対照的に、母は27年前、父と結婚したことがきっかけで、九州から沖縄へ移り住んだ。今よりもっとアメリカのフェンスに囲われていた沖縄を、母はどんな気持ちで見たのだろうか。こっち来て27年なんだけど、最初はこっち行った時に、わあ、なんでこんな米軍基地が多いんだろう、こんな金網にやらされてとかさ、ああ、こんな日常的に飛行機が飛んでと思って。なんか当たり前に終わってる部分はやっぱり怖い。最初はフェンスだらけの沖縄に驚いたという母も、30年余り沖縄で暮らすうちにそれが当たり前になっていったと語る。私や母だけではなく、生まれてからずっと沖縄に暮らす友人も基地があるのは当たり前のことだという。58号の嘉手納の道、両サイドフェンスなのも当たり前なわけ。幼稚園の時からフェンスダダダダダダで、それが日常の風景だから私たちにとって、そのフェンスに対しての違和感は未だにないし、そんな基地があることが当たり前の沖縄に、アメリカの垂直離着陸型輸送機オスプレイが配備されるという話が浮上した。沖縄に持ち込まれる新たな脅威について、沖縄で暮らす母や友人たちはどう思っているのだろうか。アメリカ本土で飛ばして安全っていうのが確認されてから持ってきてるって。だって、アメリカの人が反対って、ここで訓練しないでって言ってるのにさ、なんでわざわざよその国にさ、危険を持ち込むからって。そうです、そうです。落ちる可能性が低いって言っても 0% じゃないから、やっぱ嫌だよね。死ぬ確率が上がるかもしれないっていうことだから、そこが嫌なの。やっぱ事故ばっかり起こしてるイメージがどうしてもあるんで、人為ミスっていう報告も上がってきてるけど、でもそれもあんまり信用できないっていうか、隠されてる感じもして、何か隠されてるんじゃないかって思うし、でそういうことが今までいっぱいあったから、だからなんかうやむやのまま配備されそうで嫌だし怖いし。そして沖縄で30年陸上自衛官としてヘリや飛行機を見続けてきた父はこう語る。まあ、お父さんも元航空機の整備員だけど、実質的に見るとタンデムヘリコプターと比べて、あれはローター、ローターが完全にエンジンが独立してるんで、多少というかかなり不安がある。まあ、
操縦性が難しいとはいう、あのヘリコプターモードから、うん、あの航空機モードに切り替わった時にの切り替える途中が難しいという話を聞いてるから、うん、まあ、そういうところのベテランパイロットももう落ちてるぐらいだからね、うん、ちょっと不安なことは不安だね。オスプレイは怖い、配備は反対だとみんな口を揃える。私もちょっとしたことで落ちてしまうかもしれない飛行機が家族や友人の頭上を飛ぶのは怖いし嫌だと思う。けれどオスプレイ反対の横断幕は私が思っていた以上に少なかった。そればかりかオスプレイ配備に賛成する垂れ幕すら掲げられていた。オスプレイのことで言い方悪いかもしれないけど、今度また県民大会するけど、県民大会は多分私の記憶にある中で、私が中学上がってからカウントしても4回目ぐらいだと思うわけで、そのたんびにいろんな人が集まって抗議してきたけど、一回も変わったことないんじゃん。県民大会しても何も変わらなかったから、どうせ政府の人聞いてないんでしょみたいな、内地の人も知らないんでしょみたいな、よそごとなんでしょみたいな、諦めみたいな。そう、これは今に始まったことではないのだ。沖縄は戦後66年間ずっと基地との在り方について揺れ動いてきた。もちろん基地の即時返還を求める声がないわけではない。けれど苛烈な基地反対の声の裏に、簡単に言葉にはできないもう一つの沖縄の声を私は知っている。戦後60年あって縮小しなければいけないとは思う。しかし縮小するにはね、あるものを増強しなければ。それは何かって言ったら自衛隊、自国を守るには自国の軍隊じゃないとダメなの。アメリカが 100% 助けてくれる保証はないわけだから、もう沖縄から出て行ってくださいって言うんであれば、それの減った分を自衛隊で補う力を自国で作らなきゃいけない。そうしないと平和維持はできない。自国を守れる力を持って、それで初めてあの米軍に出て行ってくださいっていうのは筋じゃないかな。基地はない方がいいのかもしれない。確かに避難の人たちが来たら土地も一番いいところを3だけ取られて、だけど基地に助けられてる人たちもさ、正直いるわけですよ ね、まあ、ね、それで生活してる人たちもいるし、だから反対っていうだけじゃなくて、沖縄が自立する道をやっぱりきちんと道筋を立てて反対しないと、基地はない方がいいと思うよ。やっぱり危険は危険だし、だけどその世界の安全から考えたら、この沖縄の位置ってやっぱり、まあね、位置から言うとね、でましてや今中国があれだけ軍事力を高めてきてるから、そういう意味では拠点にはなるわね。だからアメリカがじゃあ分かったよ出ていくってなったら、中国も脅威が増してくると思うんで、そこをどうバランスを取っていくかやろうから、そこは難しいね、やっぱりね。なくなるのが理想だなとは思いはするけど、やっぱり沖縄産業ないし、観光とかだけに頼ってるところも大きいし、でもそれも不景気な割とか受けやすい産業だから、こう県民支えていけるだけの産業がちょっと不足してるのかなみたいな。仕事もないし、そこを基地で、まあ、身寄りも言ったけど基地の仕事もそうだけど、やっぱり基地があることで沖縄ってものすごくお金もらってきてるから、それがなくなった時に県が成り立っていくかって聞かれたら、もう頼りすぎてていきなりなくなられたら多分沖縄県倒れると思うから、なくなってほしいけど、でもいきなりなくすのは無理かなと思う。でも基地が全部なくなるっていうのはやっぱ難しいし、基地で
働いてる沖縄の人って結構多いから、基地がなくなったらなくなったで失業者もすっごい増えると思うからちょっと難しいなって。でもやっぱ沖縄に 70% 以上基地があるっていうのはちょっと多すぎかなっていうのは感じる。なくなった方がいい。なくなったらなくなったで沖縄はすぐなんか周りの国から攻められるからやっぱあっては欲しいかなっていう感じ。ない方がいいけれど、そんな歯切れの悪い言葉は沖縄に住む人々の複雑な胸の内を体現しているように思えた。私のふるさとは風と波の祈りの歌が聞こえる島だ。私にはわからないことがたくさんある。なぜ有刺鉄線越しに空を見上げなければいけないのか。基地と共存し生きていく道はないのか。自分のふるさとなのに立ち入れない場所があるのはなぜなのか。私は基地に賛成なのか反対なのか。賛成か反対かだ、どっちかで言えって言われても言えない。言えない。すごいグレーゾーン。ただ父や母や友人たち、そして私のグレーゾーンという声は基地やふるさとのことを真剣に思えばこその声だということ、それだけはわかる。桃沼さ草や春